この動画では声優釘宮理恵さんの経歴、そしてエピソードについて見ていきたいと思います。というわけでまずはその代表作といえば、ツンデレの女王という異名をお持ちの通り、灼眼のシャナではその主人公シャナ、ゼルの使い魔ではルイズ、ハエテのごとくでは三千院凪、トラドラではアイサカタイガといったツンデレ要素のあるキャラクターを数々演じてこられました。とはいえこの他にも銀魂のカグラや鋼の錬金術師のアルフォンス・エルリック、ワールドトリガーのコナミ・キイエ、ノーゲームノーライフのテト、呪術回戦では西宮桃といった、本当に開け出せばキリがないほどの人気キャラクターの数々演じられているわけですが、ではそんな釘宮理恵さん、そもそもなぜ声優になろうと思ったのかという、まずはその経緯から見ていきたいと思います。というわけで遡ること高校生時代、放送部に所属していたという釘宮理恵さん、ある時学校行事でアナウンスを担当した際、同級生から司会が上手だったねと褒められたんだそうで、これがマイクの前で話す仕事を意識し始めるきっかけとなりました。また昔から物語を読むのが大好きで、小学生時代は年間100冊以上読み、表彰されたこともあるほどの読書家だったことも声優になろうと思ったきっかけの一つだったと語られています。1997年日本ナレーション演技研究所主催の第1回声優サマースクールにて I'm Enterprise & 私たち飛びます賞を受賞、以降今日まで I'm Enterprise に所属されています。1998年 PC およびセガサタン用ゲームエチュードプロローグ揺れ動く心の形の佐伯優美役で声優デビュー、1999年キョロちゃんのメンタマル成人役でアニメデビューを果たします。2003年に放送された鋼の錬金術師でその知名度を上げ、そして2005年に放送されたテレビアニメ灼眼のシャナで一躍人気声優に。もちろん先に挙げた代表作の他にも2000年代においてはミルモでポンのムルモや金色のガッシュベルのティオ、マリア様が見てるの松平東子、アイマスでは水瀬いおりといった数々の人気キャラクターを公演。ということで2009年には第3回声優アワードにおいて主演女優賞を受賞されています。なおこれまでの歴代の主演男優賞、そして主演女優賞を受賞された声優さんをその当時のアニメ作品とともにまとめた動画も出しておりますので、ご興味ございましたらぜひこちらも合わせてご覧ください。はい、ということでここからはそんな釘宮理恵さんのユニークなエピソードについて一つずつ見ていきたいと思います。ツンデレの女王、2001年放送のラジオ釘宮理恵のシスターコミュニケーション内では国民的妹声優を目指すという体で放送がなされたこともありましたが、灼眼のシャナで演じたシャナがツンデレだったこと、その後あまたの作品でご存知の通りツンデレヒロインを演じたことから、すっかりツンデレ声優といったイメージが2000年代後半には定着、故に多くの熱狂的なファンが生まれ、インターネット上ではそんなファンのことをいつしか釘宮病患者と呼ぶように。釘宮理恵さんが担当したキャラクターが登場する動画などに対してクギューと規制を発するもとい、思わずコメントを書き込んでしまうというのが主な症状で、ニコニコ動画などではたびたびこれらのコメントで埋め尽くされた動画が数多く散見されます。なお灼眼のシャナでの釘宮病の発症をシャナの頭文字から S 型と呼び、ゼロの使いまでの発症の場合はルイズの頭文字から L 型、ハエテのごとくの発症の場合はナギの頭文字から N 型と、どのキャラクターで釘宮さんのお声にハマったか、つまりは釘宮病を発症したかは、そのキャラクターの頭文字などにより区別されるとのこと。ちなみにですが、トラドラで監督を務めた永井達之さんは当初ツンデレアニメと思われるのが嫌で、大河役の声優には釘宮理恵だなんて絶対にありえない、そう落とす気満々でいたそうですが、いざオーディション会場でその演技を聞いてみるとあまりの良さに脱帽、すみません負けましたと、ある意味で釘宮さんのお声そしてその演技にひれ伏してしまう一人の釘宮病患者と化しました。なおとある番組内では釘宮さん自身が釘宮病について言及する場面も。というのも声優の今井あさみさんが釘宮ファンを患者と呼ぶ意味を分かってると釘宮さんご本人に尋ねられた際、釘宮さん笑いながら私が病原菌でしょと独自の解釈を披露、今井あさみさんこの返答に驚き、どっちかっていうともうみんなおかしくなっちゃって病気だなってリエが言ってるイメージだったけど、まさかのリエが大元だったんだと返されると、分かんないけど長年そうかと思ってたと、改めて釘宮さん自身による釘宮病の解釈を披露し、その場を沸かせました。アイマスでの苦労、アイマスでは水瀬いおりを演じ、イベントやライブでは歌そしてダンスを披露されているわけですが、こういった活動に対して当初は抵抗感がすごかったんだそう。これを釘宮さんはアクリル板で覆われたスイッチを力ずくで無理やり割って入れるようなことをしてようやく楽しめる感じだった、気持ちを切り替え楽しいと思えるまでに当時はそうやって段階を踏む必要があったと振り返られています。なお昨今ではそういった気持ちの切り替えを経ずとも初めから素直に楽しいと思えるようになり、失敗したらどうしようという不安は
失敗してもまあいいかといったよりポジティブな気持ちで受け止められるようになったと語られています。日野聡と相性抜群。声優の日野聡さんは尺眼のシャナで坂井裕二、ゼロの使いまで平川斎と、銀魂では神楽の兄カムイとして釘宮理恵さんと共演。また昨今では鬼滅の刃の煉獄さん、ハイキューの沢村大地、ナルトの斎といったキャラクターでもおなじみの声優さんですが、そんな日野さんとのラジオでの相性抜群の掛け合い、そのコンビネーションは絶妙で視聴者をニヤニヤさせることを数知れず、そんなお二人にファンからはもう結婚しちゃえよといった声が上がり、日野聡さん、ご両親にまでこの件について聞かれ、これには苦笑するしかなかったと語られています。よろずやの一員、銀魂ではよろずやの一員として銀時役の杉田智和さん、そして新八役の坂口大輔さんと共にいつでもチーム一丸となって収録に臨んでいたという釘宮理恵さん、一人で本編以外の収録をした際には思わずキャラクターがわからなくなってしまうほど、それほどまでに掛け合いが自然体で馴染んでいたと言います。映画銀魂ザファイナル公開記念舞台挨拶では釘宮さん、アニメが始まった当初は下ネタなんて絶対に言いたくないと思っていたのに、あれよあれよという間にどんな汚い言葉も、放送禁止用語も台本に書いてあればさらりとつぶやけるようになってしまった、あの頃の私を取り戻したい、ピュアな時代の釘宮理恵さんごめんなさいと、過去のまだピュアだった頃の自分自身に謝罪し、その場にいた出演者の笑いを誘っていらっしゃいました。先輩釘宮理恵ということで、デビュー当初よりアイムエンタープライズに所属されているということで、数多くの後輩を抱える先輩としての一面もある釘宮理恵さん、杉田智和さんがラジオにてソードアートオンラインのキリトや鬼滅の刃の伊之助でおなじみの声優松岡義継さんに、直属の先輩だからわかるでしょ釘宮さんの面倒見の良さと話を振ると、松岡さん本当に僕も何度怒られたことかと漏らし、これに杉田さんすかさずなんでだよと突っ込み、それは松岡にちゃんとしてほしいって期待してるからだよ、むしろご褒美だかなし買ってもらえるんだぞあの声で、この話を安本弘樹が聞きつけたらギロチン持ってこっちに走ってくるぞと、杉田さんらしいフォローで場を沸かせておりました。ということで、こういったエピソードから先輩としての釘宮理恵さんのお姿が伺えるほか、業界内にも釘宮病患者は多いということで、ほおずきの冷徹のほおずきや、ブリーチの佐渡安虎でおなじみ安本弘樹さんも自身は釘宮病だと公表されているそのお一人。なお杉田さん曰く、安本さん当初は釘宮さんと共演の多い日野聡さんのことが憎くてたまらなかったそうですが、その後実際に日野聡さんと会ってみると、日野さんがいい人すぎてすぐに仲良しになったんだそう。また安本さん曰く、釘宮さんがある程度気を許した仲間内で話している時、自身のことをリエワーと名前呼びする瞬間が釘宮病患者の自分としてはたまらない瞬間だと語られています。ツイッター解説。自身の誕生日である2022年5月30日ツイッターアカウントを開設したことが話題に。こんばんは釘宮理恵です、ツイッターを始めてみました、お誕生日だからねという初の挨拶ツイートは、わずか1週間ほどで9万件以上のリツイート、30万件以上のいいねを獲得するという盛況ぶり。これにはご本人も、信じられないくらいたくさんの方が来てくださいました、本当に信じられない、ツイッターってすごいですねと驚きをあらわにしています。ツイッターを始める際にはシュタインズゲートの牧瀬クリスやアイマスシリーズの如月千早でおなじみ今井麻美さん、そしてドクターストーンの琥珀やアイマスシリーズのガナハ響でおなじみ沼倉真奈美さんに教わり、また事務所の方でもツイッター研修なるものを受けられたとのことをご報告されています。話題になったこともあり、声優仲間からはお祝いのリプも続々と届きました。ラジオでの共演でもおなじみ日野聡さんからは、ハッピーバースデー、ちなみに本物のリエちゃんだよね。これに釘宮さん、日野さんこんばんは、本物のリエちゃんだよと返信。銀魂での共演でおなじみ杉田智和さんからは、オス釘宮先輩、なんなりとツイッターのこと聞いてくださいとのリプに、わーい、めちゃくちゃ頼もしいっす、私生まれたてのひよこなんだから変なこと教えないでよと返信。同じく銀魂では沖田総合を演じる鈴村健一さんからは、どうやら本物のようだな、果たして僕は本物かな、おめでとうとお祝いのリプを寄せられ、釘宮さん出たな、その謎はいつかそのうち解く、ありがとうと返信。そして釘宮さんがツイッターを開設して6日後となる2022年の6月5日には、今度は声優の久野美咲さんがツイッターを開設し話題に。久野美咲さんといえば、世界征服謀略のズビズダーでは星宮ケイト、7つの大罪ではホーク、デレステの市原ニナといったキャラクターを演じられていることでもおなじみの声優さんですが、そんな久野美咲さんのアカウントを開設して初となるツイートに、釘宮理恵さん、くのちゃんくのちゃん、釘宮理恵だよ、こんにちは、あの忙しいと思うし返信不要だよとリプを送られ、完全にツイッターを使いこなされているご様子。これには久野さんも、釘宮さん釘宮さん、ありがとうございま
ます。今度現場でお会いしたらいろいろ教えてくださいと返信されていました。というわけで以上今回はここまで。皆さんは釘宮理恵さんといえばどんなイメージ抱かれていますでしょうか。当チャンネルではこの他様々な声優さんの特集動画出しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。